はい、皆さんこんにちは。子供たちってパスタ大好きじゃないですか。でそれでパスタもね、いろいろとうちは私はねトマト味が大好きなんですよ。だからなんかトマト味じゃないとなんかね食べた気しないみたいな感じの人なんですけど、大体トマト味とクリーム味と、あとまあボンゴレ系とかね、それと今から作るのはねカルボナーラなんですよね。だからカルボナーラは子供たちすっごい好きなんですけど、たくさんはいらないよなみたいな感じでした。すごい他のものは結構たくさん食べるけど、カルボナーラはでもちょっと時々食べたいっていう感じでね、やってました。だそれちょっとね、気楽に作るカルボナーラっていうことで、はい。カルボナーラの基本っていうのは、基本っていうか、これはまずいなっていうのは、卵を固くしちゃうっていうかね、パサパサに入り卵みたいになってるっていう、卵系って温度が難しいですからね。そこは油断なくするっていうことだけですかね。あとは大したことないです。はい、ということで始めましょう。カルボナーラです。カルボナーラとか、なんかスパゲッティを湯がくときにお塩入れるのってね、結構入れるじゃないですか。だからって思ってたんですけど、カルボナーラに関して言えば他はね、私あんまり入れないで湯がいてるんですよ。でそしてソースとかでちょっと見るんですけどね、カルボナーラに関してはね、ちょっとやっぱり湯がく お湯にお塩を入れないとなんか味がいまいちね締まらないなみたいな感じなんですね。ちょっとこれはお塩入れますということで、2つなんですけどね。でこれもちょっとねやっぱりバラバラにしときますね。でこれも1つね、便利ですよね。これね1つが100だから200なんで。子供たちが小さい時はね、あれしてました。これ2つにバキって割ってね作ってましたさ。それちょっとやってみましょうか。なんか、長いと食べにくいっていうか、子供はね、でもぐもぐしちゃうでしょ。だからちょっと食べにくいので、基本的にこれねいつもねバキってしてたんです。これしてすると食べやすいっていうか、なんかね おしゃれじゃないけど、食べやすいっていうこんなにしてたんですよ。でちっちゃな時にはね、中高は大きくしてましたよ。お湯が沸いてきたのでちょっとお塩をねちょっと入れて、お塩をねちょっと 1% ぐらいなんですか、ちょっと基本的にこんなもんですかね。お塩ってなんか入れたら生臭いんですよね。とりあえずこれで湯がきます。これもだからあれですよね、くっつくのがまずいからな。やっぱり私もパスタ鍋とかね一回買ったことがあるんですよ。こんな寸胴のやつで、その網が中にあってね、であれってね寸胴だからお湯がなかなか沸かないんですよ。なんか効率悪いなとかって思ってたら、なんかプロの方も結構あれじゃないですか、お湯少なくて湯がいたりとかしてるでしょ。だからやっぱあれだから効率悪いんだなって思って、私もあれは使ってないんですけどね。ということでね、ベーコンはね、これは何グラム、これは180なんですけど、これはね、120ぐらいなんですけど、ちょっとベーコン多い方が美味しかったりするんで、ベーコンはね、塊をねおすすめします。薄いのはねちょっといまいちなのね。だからこれね、でこれでね、あれなんですよ、ちょっと大きめ、ちょっと大きめの短冊っていうか、薄くしないっていう。でこれでね、こんなもんでいいかな。ちょっと大きすぎる、ちょっと横切ってもいいですけどね。こんな感じで、それとでこれでオリーブオイルですね。ちょっとこんな感じで、これが温まった後でベーコン入れるとマンチマチマチマチになるから、とりあえず入れときます。ちょっと大きかったかな。いいか。はい、ということで、ちょっとこれ早茹でパスタだからちょっと湯がくの早すぎたかな。その間にねちょっとね、卵はねあれなんですよ、2つ使うんですけど、白身と黄身に分かれるんですよね、分けるんですよね。これね白身と黄身にね、これも結構ね、別に難しくないですから、結構すぐ分けるでしょ。
分けてね、とりあえず、もうとりあえずこれでいいです。ちょっとカリカリになるぐらいにベーコンするで、ちょっと焦げているぐらい。だから網を、もうちょっと網上げとかないと。ちょっと早く揺らっちゃったな。ということで、とりあえずこっちに位置をずらそう。はい。これでベーコンでするでしょ。でして、ちょっとベーコンのね、油をね出すんですよ。でもまあこのくらい、あんまり焦がすと美味しくないので、これでそれでこれ卵黄とチーズはね美味しいので、まあ 60g かなぐらい、私結構入れてたんですけど、待ってチーズ入れて混ぜて、でこれにねそう、パスタのあったかいうちに、そしてここがね、あの早くしないと、ちょっとこれはちょっと、これをちょっと入れて油を入れる。油が大事で、これなんか生クリームをね使う人もいるんですけど、まあ、使わないで、まあ、簡単なカルボナーラって感じなんですよね。塩コショウ、塩とコショウはもう絶対にね黒コショウに限るんですよ。まあ、好き好きなんですけど、生クリームを入れてとろっとする場合もあるし、まあ割と生クリーム入れなくてね、ちょっとベーコン多めのパスタ、生クリームなんか嫌いな子もいたりするんでっていう感じで、これが簡単パルカルボナーラです。はい、まあ、子供たちと好きなカルボナーラなんですけどね、これは、まあ、あの生クリームに牛乳も使わなかったんですけど、まあ、これを粉チーズと卵黄と生クリームをして、ちょっととろんとしたのもいいと思うんですけどね、まあ、なんか娘がね生クリーム嫌いだったので、なんか割とこの生クリームなしでね作ったりとかしてました。割と まあ、パサパサしてるっちゃしてますけど、でもまあベーコンが多めなので、まあ、美味しいっていうことでちょっといただいてみます。うん、なんか割とね生クリーム使うと美味しいんですけど、とろっとするんですけど、生クリーム感が出すぎるとなんか子供たちがなんか気持ち悪くなとか言ったりするんで、まあこれもちょっとあの、生クリームと牛乳とかなんかちょっと苦手なお子さんにね、あの作るカルボナーラで、まあ、カルボナーラの味がして、あの簡単なカルボナーラなのでぜひお試しください。はい。